そして今、外国人の人気を集めている意外なメイドインジャパンがあるんです。それは150ポンドもしちゃったけど、でも満足よ。ロンドンの街中を自転車で爽快に走る男性もランドセルを背負っています。雑貨店でランドセルの3人組を見つけました。足元はなんと上履きを履いています。日本が大好きだから買ったんだけど、ロックがついてて安全なのに。はい、こちらはフランス・パリのファッションショー。華やかなランウェイを歩く彼女たちの背中にもランドセル。フランスの地下鉄でもランドセル。ベトナムで信号待ちをしているバイクの男性が背負っているのもランドセル。このように今、日本の小学校入学を控えた子どもたちの憧れのアイテム、ランドセルが世界中で、しかも大人たちのハートをがっちり掴んでいるんです。ランドセルを背負った親子、通学風景ではありません。ここは関西国際空港です。この親子は中国からの旅行者、日本でランドセルを購入したといいます。In the body street. Ah, 好看，好看。你叫什么？哎，舒服。好棒。この二人は台湾から来ました。孫のためにランドセルをそれぞれ一個ずつ購入したといいます。你是有日？台湾没有这种。那台湾没有的耐力。啊，这个很耐用啊，可以用六年呢。こちらの免税店、6月下旬から片落ち品をお手頃価格で販売したところ、予想外のヒットとなったといいます。もともとはここのロビーで、中国だと思うんですけど、女の子が背負って歩かれてるのを見てですね、試したところ、非常によく売れております。びっくりしておりますね。一方、こちらは都内にある50年以上前からランドセルを作っている専門店。こちらにも外国人旅行者が。モンゴルの方がいらっしゃいましたね。はい、安い片落ちの商品ですけども、7個を買っていかれましたけどね。まとめ買いした7個のランドセルは帰国後、親族の子どもたちに配ると話していたといいます。まあ、モンゴルではやっぱり日本のランドセルを背負うと結構ステータスということで、結構人気があるみたいですね。はい、こちらのお店では外国人客の需要に応えるため、外国語を話せるスタッフの採用を検討しているといいます。英語を話せる店長によると、来店する外国人の中には、子供や孫のためではなく自らのファッションアイテムと位置づけている人もいるといいます。海外の女優さんがプライベートのファッションとしてランドセルを持たれたというところで、欧米でのランドセル人気は、今年の初めにハリウッド女優のズーイー・デシャネルさんが真っ赤なランドセルを肩にかけている姿が話題になったことがきっかけだと言われています。さらに、やはりですね、日本のアニメーション、例えばドラゴンですとかコナンですとか、みんな主人公ですがランドセルを背負ってますから、その単純にファッションだと思いますね。です。ランドセルを背負った親子、通学風景ではありません。ここは関西国際空港です。この親子は中国からの旅行者、日本でランドセルを購入したといいます。この2人は台湾から来ました。孫のためにランドセルをそれぞれ1個ずつ購入したといいます。台湾没有这种。台湾で売ってないです。あ、这个很耐用啊，可以用六年。こちらの免税店、6月下旬から片落ち品をお手頃価格で販売したところ、予想外のヒットとなったといいます。
もともとはここのロビーで中国だと思うんですけど、女の子が背負って歩かれてるのを見てですね、試したところ非常によく売れております。びっくりしておりますね。一方こちらは都内にある50年以上前からランドセルを作っている専門店。こちらにも外国人旅行者が。モンゴルの方がいらっしゃいましたね。はい、安い片落ちの商品ですけども、7個を買っていかれましたけどね。まとめ買いした7個のランドセルは帰国後親族の子供たちに配ると話していたといいます。まあ、モンゴルではやっぱり日本のランドセルを背負うと結構ステータスということで結構人気があるみたいですね。はい、こちらのお店では外国人客の需要に応えるため、そして今外国人の人気を集めている意外なメイドインジャパンがあるんです。それは150ポンドもしちゃったけど、でも満足よ。ロンドンの街中を自転車で爽快に走る男性もランドセルを背負っています。雑貨店でランドセルの3人組を見つけました。足元はなんと上履きを履いています。日本が大好きだから買ったんだけど、ロックがついてて安全なのにね。こちらはフランス・パリのファッションショー。華やかなランウェイを歩く彼女たちの背中にもランドセル。フランスの地下鉄でもランドセル。ベトナムで信号待ちをしているバイクの男性が背負っているのもランドセル。このように今日本の小学校入学を控えた子どもたちの憧れのアイテムランドセルが世界中で、しかも大人たちのハートをがっちり掴んでいる。